初球カーブフルスイング、ヘルメットが落ちるほどのスイングでした。これもバットに当てます。今のも難しい球、普通のバッターで三振してますよ、ここでファーストストライクを振ってきます。ここは真ん中のボール、ヘルメットが飛びます。今日2回目ですね、2回目ですね、仕留めるっていうのの方がいいと思いますけどね、はい、ツーボールワンストライクです。ただライオンズとしてもこれリードして、はい、見えますよね、バッター多分打席の中ではもっと低く感じていると思うんです。そうですか、はい、でもやっぱり落ちないで、そう今言うと こうやってあのランナーを背負って山下が2球目空振り、フルスイングでヘルメットが落ちました。ヒットを打っています。4番の島内。ここはちょっと変化球が内に入ってきましたが、ファールになりました。マリーンズ今の立ち上がりを攻めます。ホークスです。今のはどうご覧になりますか。今のボール球ですけどね、打たせていいよということなんでしょうか。初球変化球フルスイング、やはりこのスイング一つで沸かせる選手ですね。空振り、やっとヘルメット飛びました。どこへ行ったかわからないぐらいヘルメットが飛びました。今日の柳田はフォアボール3つとファーストゴロ。これ完全にも狙ってますからね。だからこれはこれでいいと思うんですよ、ヘルメットだけじゃなく、自らも、倒れ込んでしまいました。空振り抜かれました。抜けてますね。2回目ヘルメット落ちています。でもピリッとした、人がいないというか、ボックスの場合は香山がしっかりした、仕事をしますし、思い切って振っていきますが、ファールボールです。すごいですけれども、ここは登場が柳田に対して三振を奪いまして、ワンアウトです。吉田に関してはもうストライクボールをしっかりと見極めれる中での強い、ここは強振しましたが空振り三振。グラウンド整備を行います。5回の裏ホークス三者凡退、5回終わって8対1、ホークスが7点をリードしています。